ミデルとモロッコ、大アトラスの山々のふもと、アトラスのノートルダム修道院で主導会のトラピスト修道士6人が生活しています。アルジェリアのティベリンで授けられた彼らの使命は、祈りと瞑想の日々の中でイスラム教徒たちと触れ合うことです。私は1990年以来この共同体の責任者を務めています。最初はフェズにいましたが、2000年にここにやってきました。我々に所有地を提供してくれたのはマイヤの宣教者フランシスコ修道会でした。このアラブ風というよりベルベル族風の生活の中で我々は大変に幸せです。すべての隣人たちとの関係も良好です。それは我々より先に長い間この地にいたシスターたちのおかげだったのです。我々はすぐにここの住民に受け入れられました。とても素晴らしいことです。共同体の最年長者は95歳の神父ジャンピエール・シューマッハです。彼はチベリンの修道院の最後の生き証人です。1996年、彼は雨で修道士とともに7人の修道士の誘拐と殺害を免れたのでした。その7人はリュック、クリスチャン、クリストフ、ブルノ、ミシェル、セレスタン、ポールです。ジャンピエール神父は女性修道院長からの手紙を受け取るまで生き残りとしてどのように生き続けるべきか長い間自問し続けました。私はその女性を個人的には知らなかったし、彼女の方も同じでした。彼女は私に手紙の中で次のように書いていました。彼女は私の心を見抜いていたのです。主はある者には命を捧げる形での証人とし、他の者には生き続ける形での証人とするように選ばれるのですと、私は慰められ、穏やかな気持ちになることができました。ジャンピエール神父はチベリンで30年生き、共同体の生活で重要な場面に立ち会うことができました。チベリンの修道院は1938年フランス支配下のアルジェリアで建設されました。1962年のアルジェリアの独立で修道院の生活は急速に変化しました。農地の敷地は375から14ヘクタールになり、工作可能なのはそのうち8ヘクタールだけでした。修道士は一握りしかおらず、修道院は閉鎖されてしまう恐れがありました。ジャンピエール神父がやってきたのはこのような状況の中だったのです。私は1964年9月19日に到着しました。私は修道士たちが夕べの祈りを歌っているのを見ました。彼らは3人だけで、他のすべての者はすでに修道院を去り、他の共同体に向かっていました。修道院は閉鎖が決まっていたのです。デュバル枢機卿は1963年総会の名において、修道院を守るために修道士をここに送り込むことを主張しました。彼は断固として修道士を残すことを要求しました。教会は新しいスタイルを取ろうとしていました。それ以前、教会はほとんどヨーロッパ人のものでした。枢機卿は教会が宗教に関わらず、生まれに関わらず、すべてのアルジェリア人のものになることを求め、その中で修道院もそこに居場所を見つけることを考えたのです。チベリンの共同体はその創立以来、一致のための絶え間ない挑戦でした。ある弱さと不安定さが目立っていた共同体、その共同体は60年代に最初の修道士たちのグループの到着とともに、独立戦争の後
再生を経験しました。そして第2番目の修道士たちのグループが80年代に到着しました。それはクリスチャン・ド・シャージュ神父の修道院長としての選定と重なり、彼は独自のカリスマで、この共同体の中で修道院は一つの島ではなく村の中で住民たちの中心に溶け込むという自覚の中に、彼の兄弟修道士たちを成長させようと試みました。これら7人の中にはもちろんクリスチャンもいました。クリスチャンは1971年に到着し、そしてアラビア語の勉強をするためにローマに行くことをかなり早く依頼され、彼はそこに2年間滞在しました。その当時我々はむしろ古参でした。新人たちが84年代にやってきました。幾人かはベルフォンテーヌから、そしてクリスチャンはパリ出身でした。彼は共同体の中で初め結構苦労しました。なぜなら彼自身のかなり強い意見を持っていたからです。そして彼はその意見に我々を納得させようとしたのです。ローマでの彼の勉強の後、彼のイスラム教徒たちとの触れ合いについてアラビア語での交流を企画しました。それは多くのスペースを取ったため、皆は少し抵抗しました。イスラム教徒たちとの出会いは、次第にイスラムとの精神的対話に向かって共同体を発展させていきました。それはリバット・エス・サラム、平和の絆の創造によって実現されていきます。すべてはメディアの隣の町にあったスフィ会の一人のメンバーとの思いがけない出会いから始まりました。それは30歳くらいの一人の男性で、私たちは宗教について話しました。奇妙だ。彼が言っていること、彼が実践していること、それは私たちが修道院で実践していることと非常に近いと私は思いました。例えば、彼は苦しみについて話しました。苦しみは、もしそれをよく受け止めるならば、心を清めさせる。彼は例としてオリーブを取り上げました。ここはオリーブの国です。オリーブの実はまず圧縮機にかけられて砕かれます。それから引き薄にかけられてオイルが出てきます。それはよく実践された時の苦しみのイメージです。それは十字架のイメージです。この精神的対話はチベリンの村の住民との日常生活の対話と切り離せないものです。彼らはアルジェリアが好きです。そして貧しい人の友達です。我々の村は決して豊かではありません。全体的に貧しいのです。そして彼らはたくさん援助しています。彼らは村の人々と結合しています。民衆とババ、すなわち神父、修道士の間には真の愛情が存在しました。今日に至ってもまだ人々が口にする言葉は、彼らは我々を愛していた。ですからそれが非常に大切なのです。すなわち現在では住民750人、92世帯の小さな村では修道院と関係のない家庭はありませんでした。特に修道院の顔ともいえるリュック修道士との関係は注目されます。リュック修道士は1946年にチベリンの修道院に来ました。彼は神父たちと比べると典礼への参列が少ない助手士でいることを選びました。彼は共同体の料理人として、また無料診療所の医師として常に待機していました。チベリンの無料診療所について少し話します。診察は朝5時ごろから始まり、11時ごろ終わります。午後は2時ごろからまた始まり、5時ごろ終わります。病人の診察を急いで行っても、この無料診療所の中には毎日100人ほどの患者が行列しています。
見つかった登録簿によれば、アルジェリアにおける約50年の生活で、彼はおよそ60から65万人の患者たちを治療しています。アルジェの大病院ではなく、山の中のほんの小さな無料診療所で治療することができたのです。リュック修道士は、体の悪いところばかりではなく、精神の具合の悪いところの診療もしていました。彼はあらゆる領域のあらゆる社会的条件の多くの人々が心を打ち明けることができる相手だったのです。チベリンの7人の殉教修道士の中で、3人はフランスの東部ベルフォンテンの修道院で修道生活を始めました。ミシェル修道士、ビルノ修道士、セレスタン修道士です。その当時、エチエンヌ神父は修道生願前の修練士たちの指導者であり、彼らの道行きに付き添っていました。1984年4月の第1週、この週は私の全修道生活の中でも独特なもので、彼らの滞在期間においても最も有意義な1週間でした。3人の修道士がチベリンに行く使命を感じている気持ちを表明しました。ミシェルは火曜日に、セレスタンは水曜日に、ブルノは金曜日でした。ブルノフ・マーシャンが私の部屋を出て行った時、私はやはり少し当惑していました。修道士たちはお互いに全然打ち合わせをしていませんでした。80年代において修道士たちは修練期にはお互いに話をしませんでした。そして私自身考えました。3人の修道士たちがアルジェリアに行くことを考えているとしたら、共同体は何と言うだろう。修道院院長に私が報告したとき、会議でそれについて議論したとき、修練者たちの上に狂った風が吹いているとレポートに記されました。他の2人の修道士たちはチベリンに来る前にサヴォア県のタミエの修道院で修道生活に入っていました。10年の最初の経験の後、1987年にクリストフ修道士、そして1989年12月末にポール修道士。ディディエ修道士はホテル経営の神父と呼ばれ、客を迎える担当です。彼は修練期をクリストフ修道士と一緒に過ごし、長年にわたって彼と深い友情を築きました。私は愛されている、この確信は少しずつ穏やかに力を持って私に迫り、真の愛情を持って愛されていることを人々が知るために、私は自分自身を与えることを自らの義務とすることにしたのです。クリストフの言葉を読むとき浮かび出てくるもの、それは与えるということ。彼にとって神の愛と与えることは実際には同じことなのです。神の私はお前を愛しているの発見、そして神に向かって私はあなたを愛していますの答え、この絶え間ない対話、そしてそれが最後まで、そして極限まで自分の人生を捧げるまでに彼を締めけた事実は、クリストフとシャウジが言うように、それはまさに同じことなのです。修道院生活の中でキリストに従う召し出しは、東洋ではキリスト教信仰の初期に遡り、それから西洋に発展しました。特にそれは聖ベネディクトの影です。彼が6世紀に書いた修道院生活の規則は、現在に至るまでその指針となっています。1998年の首都の改革から生まれた首都会の修道士と修道女は、修道院長の指示のもとに共同体で暮らし、
従順、生涯の改心及び持続性の誓いをします。彼らの生活は祈り、兄弟姉妹生活、そして日々の労働という3つの柱に支えられています。指導会のトラピスト会修道士の共同体における修道生活への呼びかけはかなり徹底的なものです。世界と呼ぶものからの距離、ある程度の孤独、沈黙を許す距離があり、キリストが私たちのうちに生き、話すのに委ねるのに適しています。私たちがよくオプスデイ、神の業と呼ぶものは私たちにとって非常に重要です。この神の業は毎日少しずつ、そしてその日の異なる時間に実行される天霊の祈りです。聖ベネディクトが修道士に、神の業以上に好むものを何も持たないようにしてほしいというほどまでに、それが第一であり、それは修道生活の中で重要な要素です。それは教会で共同体として行われる仕事です。そして例えばセレスタン修道士はそこに大きな重要性を認めました。彼は歌、天霊に非常に敏感でしたが、彼は毎日仕事に行く前に教会や他の場所で主に焦点を合わせるために、彼がどこにいようともしばらくの間中断して、一日中そして夜さえ神の視線の下で実行されるようにしました。タミエでの大きな喜びは、修道士たちと一緒に教会で歌うことで神を賛美することができるだけでなく、主に聞き続けることができることです。詩編の朗読によっても聞くことができますが、より個人的な朗読はレクシオディビナと呼ばれます。重要なこと、私が少しずつ発見してきたことは、祈りと仕事との間には行き来があるということです。それがレクシオであろうとなかろうと、それが何か他のものであるかどうかにかかわらず、私たちは一日を通して祈りに戻ります。そして少しずつ私たちの心は家庭内の教会、神の住む場所になります。聖ベネディクトの規則は、すべての客人はキリストとして歓迎されると示しています。今日の修道院は自らの信仰の道を深めるために、個々にまたは集団でやってくるますます多くの人々を歓迎しています。第二バチカン公会議以来、教会は私たちが地域社会で持っている霊的な経験を多くの人々と共有し、すべての客に発見させるために、修道院をもっと開放するように求めています。客人はできる限り生活を共にするように招かれ、また彼らはできるだけ修道生活の時間割に従います。なぜなら結局修道生活の時間割は賢明さに満ち、規則正しく平和を与えるものだからです。
リベット修道院では12人の修道女たちがより小さな共同体の中で生活しています。それはチベリンの修道士たちのように異なる修道院からの姉妹で構成されています。課題は徐々に団結を築くことです。天礼は統一の場であり、それから1日に7回やって、私たちがしたことから離れ、同じ動機、賛美、取り次ぎのために実際に集まるのは相当なことです。この共有された祈りのために、共同体が定期的に集まることは大いに意味があると思います。それから共同体の結束のもう一つの場所、それは月曜日の朝の集会です。祈りの意思を委ねるために一人一人発言できるのは姉妹相互の助けの単純な時間であると思います。違反の許しを求め、別の姉妹との間で起こったことについての説明を求めます。私たちはまた日常生活の具体的なこと、その週の間に何が起こるのか、あるいは起こり得るかなどについても話します。それは非常に単純な時間ですが、場合によっては聞きづらいこともあるため緊張の時間にもなり得ます。もう一方で私たちに注意を促します。したがって私たちの間でも調整の時間であり、私の意見では何よりも大切な場所です。ついには私たちが互いに慈悲を与え合う時間でもあります。チベリンの修道士たちの経験において感動的なのは、彼らが互いに受け入れ合っていたことです。兄弟たちが慈善団体として団結して生きるためのすべての努力がアルジェリアの人々のために実を結んだと私は確信しています。1993年アルジェリア、軍隊とイスラム教徒の間で争いが起こり、人民の中に何百人もの犠牲者が出ました。ジャーナリスト、医者、女性や子ども、知識人、そして教師、修道士たちは鳥なしの祈りと人生の捧げ物の中で国の状況を抱えました。1993年の聖霊降臨の日に、ミシェル修道士は聖霊への意思の呼びかけと考えることができる文章を書きました。それは彼自身についてだけではなく、93年聖霊降臨の日と96年3月26日から27日の夜の誘拐で起こることすべてについてです。ここでは奉献の前に生体配慮で行われるように、本当に聖霊への呼びかけが行われています。創造主の聖霊、私と共にいてください。できるだけ早く備え物、私の意思ではなく、あなたが望む手段によって、私たちの主であるイエス・キリストの神秘的な復活に自分自身を共にすること、主イエス様、あなたが私の中に生きること、そしてあなたが望むことのために、マリアと使徒たちに似せ、この貧しい供え物を受け取るようにしてください。あなたのしもべであり友人であるミシェルから、あなたの栄光の賛美まで、そしてそれをあなたの愛の火で燃え尽くしてください。父とこの交わりの中に住んでいるあなたよ、あなたに永遠に賛美と栄光がありますように。1993年12月、 GIA の武装イスラム教徒グループはまだ国を離れていない外国人を殺害するという脅威を実行します。12月14日、12人のクロアチア人技術者がチベリンのすぐ近くのタメスギダで殺害されました。
そして12月24日の夜、奇襲部隊が修道院に侵入しました。私たちは深夜のミサの準備をしていました。夕方の8時ごろでした。突然修道院に入ってきた3人に出会いました。軍服を着た若者2人と隊長のサイアチアです。ついに私たちが殺害される番だと思いました。クリスチャン・ド・シャージュはサイアチアに何よりもまず平和が使命である修道院に武器を持って入ることを拒絶してから彼と話をしました。彼は彼にとって、そして共同体全体にとって決定的な出来事となったこの出会いについて語ります。私の目には彼が武装を解いたように見えました。私たちは面と向かい合いました。彼は3点の要求を述べ、私は3回ノン、またはそれはダメだということができました。彼はあなたに選択の余地はないと言い、私はいや、あると言いました。私は兄弟たちの守衛であるのみならず、私の面前にいる現在と異なった姿を見出しているこの兄弟の守衛でもあったからです。強い印象を与えたのはクリスチャン・ド・シャージュの内面に真の変化があったことです。1993年の高誕祭の夜の GIA の最初の訪問の後、彼はおそらく彼の兄弟の言うことにもっと耳を貸し、聖霊が語るであろう共同体にもっと耳を傾けるべきだと気づいたようです。共同体の集会が非常に多く催され、彼は兄弟たちの言うことによく耳を傾け、兄弟たちは互いに言うことによく耳を傾けました。クリスチャンは三次会での席上、ここに残りたいか立ち去りたいかを知るために我々に問いかけました。挙手による採決が行われ、手を挙げたのは全員ではありませんでしたが、意見の交換が行われました。その中の一人がこういったことを未だに覚えています。我々は良き羊飼いとしてここにいます。羊たちが危険にさらされているときに良き羊飼いは逃げるでしょうか。このように人々を残して、意見交換はおよそこのような意識のもと行われました。それで終わりにクリスチャンは言いました。まだ木が熟していない。彼はどんな決定が下されるにせよ満場一致を求めていたのです。私たちは共同体なのです。それで彼はその点については一緒に再検討しようと言い、各自が感じていることを率直に言えるように我々を一人ずつ彼の事務所に迎え入れました。共通の場では他の人たちの影響を受けるので、自分自身が感じていることを言うのは特に難しいことがあるからです。その後2回目の意見交換では全員が手を挙げました。ややおずおずした挙げ方もありましたが、みんなが手を挙げました。居残ることに決まりました。アトラスのノートルダム寺院の本部であるエグベル大修道院には、チブリンのすべての記録、特に修道士の文書が保管されています。家族や近親者のメンバーが保存と普及のために資料をデジタル化すべく定期的に集まっています。彼らはこのようにして今日まで知られていなかった文書を世に出しています。我々が同じく発見したのは、セレスタン修道士が関わっていた少なくとも2日に1度の典礼のテキストと1日7回の祈りで修道士たちが述べていた意向の全体です。なぜならセレスタン修道士は小さな紙切れにすべて、本当にすべてのことを書き留めていました。すべての意向、すべての入祭の祈りなどなどです。
ですから1984年から1996年までの毎日の1日7回のものがあるのです。そしてある日最後の移行に到達しましたが、それはまさに最後の日の最後のカードです。すなわちそれは96年3月26日水曜日の就寝前の夜の聖夢である秋冬のための小さなメモです。聖書の朗読はヨハネによる福音書で、次が移行についてでした。3つの移行がありましたが、最後の移行の後1日が終わって聖夢日課の集歌で歌うサルベレジナと共に寝に行きました。3番目の移行をお読みしましょう。主イエス、至福の永遠の中に死ぬ人々を受け入れ、また私たちにも、ペスの私たちの兄弟にも、命への通り道として私たちの死を受け入れてください。そしてその後寝に行き、深夜に起こされました。1996年3月26日から27日の夜、共同体の7人の修道士が連れ去られました。彼らの死は5月23日に正式に報じられました。今日チベリンには大方がイスラム教徒の数百人の訪問者が毎週この地を訪れ、修道士たちの墓前で黙想します。彼らは2016年以来ここにいるシュマンヌフ共同体のメンバーによって迎え入れられています。チベリンの7人の修道士は2018年12月8日に、住民と国への愛ゆえにアルジェリアにとどまる選択をした他の12人の修道士修道所たちとともに復者の列に加えられました。教皇フランチェスコは、使徒的勧告、喜びなさい、大いに喜びなさいの中で、チベリンの7人の修道士が命を捧げた共同体の重大さを強調されました。聖聖は2人ずつでする共同体の歩みです。いくつかの聖なる共同体がそれを映し出しています。さまざまな機会に教会は英雄的に福音書に従って生きた、あるいはメンバー全員の命を神に捧げた共同体全体を列伏しました。共に殉教への心の準備をしたアルジェリアのチベリンのトラピスト会の修道士の最近の証を思い起こしましょう。私たちはおのおの自分の命を捧げるために呼ばれるかもしれません。そうなれば命を落とすか否か、それが重要なのではありません。日々自分の命を捧げる事実と方法です。クリスチャン・ド・シャージュは晩年このような素晴らしい考察をしています。私たちはおおよそ神に自分の心を捧げました。神は日常の小さなことに私たちにその片鱗を与え続けるのです。そして我々の兄弟が内心の捧げを生きたように生きるように、友情とキリストへの強い同志感を持つように我々を招いているのです。生まれる私に生じた希望、あなたと共にすべてが始まる。昨日は解放され、今日は自由。開かれたところに未来の光が差し込む。あなたに似たものに私は引きつけられる。あなたの復活の中に私は滑り込んだ。あなたの命に完全に身を任せ、あなたの復活が私を満たす。あなたによって今が恵みの時となり、すべてが喜びのうちに永遠のものとなる。